はははいいいどうううもおおよよごござざまます桂春長ですすでで塩田恵美ですえー、このオープニングトークなんですけども、はい、今日の、はい、今週結構大したことがなくて、うん、えー、なんでちょっともうこネタ衆みたいな感じになるんですけどいいですねいいですかい,いいと思ってくださいますか楽しい楽しいです商品集でちょっと昨日あのまとめてきましたんではい <laughs> あのちょっとあの小刻みになるんですけど、まあ、ちょっと聞いていただいてもよろしゅうございますかね、はいえー、まずはですね、えー、あの前回の火曜日のし放送が終わってからの話をちょっとさせていただいていいですかはい、えー、あの千葉住職とあそうですそうですはいお食事行ったじゃないはいもう楽しい宴、えー、でしたねあのここのラジオ関西でも放送されてますわねはい ええ、ラピスモーニング。ラピスモーニング。えー、えーで、まあ、ちょっとほね、僕がいつも落語会していただいてて、うん、あの、はい、ラピスホールで。えーはい、で、まあ、お世話になってるんですよ。あ、うん、の、僕、僕、どっちかとて言ったら、もう。 僕らが住職一度って言ってんてねこっちがせなあかんぐらいのに向こうがしてくださって一回ちょっと行きましょうとお食事させていただいてその後ちょっと飲みに連れて行ってくれはってでさるバーで飲んでたんですけどあれなんかあの。 もうなんかもう二度とは飲めないようなお酒がありましたよね。<laughs> お酒ありましたね。はい。何てうのあれ？あれ、ストラスアイラーっていう。ストラスアイラーっていうのの。ね、私まだ酔いながらメモってましたね。そうなんか。<laughs> わきっと忘れるやろうなってストラスアイラっていう、うん、あれなんかこうまあスコッチ分からないんですよその種類がねなんかねうちいねせっかくいいの飲んでるのに「<laughs> スコッチ何やったっけ?」ってま,まあまあウイスキーはウイスキー、ね、そうですね。はい、それの,あの42年もの湯、はい、で要は、はい、世界に152本しかないあ<ー>言うんですよ。はいで もういわゆるそのご時になりますみたいな感覚で、うん、エミちゃんが横の席だったんで、うん、これ何部やと思うと言ったわけですよ。も、うん、僕とエミちゃんはもうほとんど同じ認識で、一万五千やろと言うっ言ったわけ。ならそれはんハーフ ハーフを持ってきてくれ、うんまあ、ストレートでねいただくのにそんなね一杯分もきっと飲めないだろうっていうので半分くらいっていうので,でハーフをね頼んでくださったもうん、ハーフが、あのー、7,000円、うん、そうでしたということですから当たってるわねそそうですそうですうほぼぴったりですすすもすよね、はい、でこれがねもうねもう僕もお酒全く飲まないんですけどうん、うん、キュッとこう飲んだらあのね びっくりじゃないけど瞬間的にね消えるんよね口の中で液体がふわんと消えてなんかもうあの糖度は何？ねえもうびっくりしましたねそう麦の糖分だけを舌の上で感じているっていうようなそんな感じなんですようんとそうでしたねふわ、うんフンといって言ってほななんか僕も飲んでふわんと消えた途端にあ ってなんか言ってしまって、だ、うん、からなんかね知らんうちにクック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 ,ク飲んでるのよ。そうなんですよ。春女さんお,たお酒召し上がらないのに普段で、うん、そのあの前にもフルーツをね使って、うん カクテルじゃあお作りしましまょうかって言ってて言それもまあ普通はのアルコール入ってるんですけど春潮さんはちょっとアルコール、あのー、ちょっと飲めないんでっていうことででも向こうの方は美味しく飲んでいただきたいんでアルコール4滴だけ入れさせていただいていいですかっていう,こうマスターがおっしゃるわけですよ。<laughs> あそれぐらいだと大丈夫ですっていうのでもう本当にもうそれぐらいですよねアルコールは4滴しかも4滴 <laughs> 飲んでなかったそれがもうこのストラサイダーのグラスを離さなくなって、はい、<laughs> うまい 言って、<laughs> <laughs> ほんとこそうストラサイラダに行ってしまったらもうベロベロなんですよ。ベロベロやのにベロベロになってもその何とかねいつものあの悪い余いがないんですよ。僕ってあの後頭部がすぐズキ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 なり出してもうね寝ちゃうのね。えーうん、それがないんですよ。はい、ほんならもうね。 次何向こうが何行こうじゃなくて僕が何行こう言うてるんですよほんならあの蠣の蠣ねフルーツの牡蠣がいいのが入ってるんですよってそ「どういうことですか?<ー>」って「いやそあのじゃあやりましょうか」って言ってで「今回はすいませんが8滴ぐらいは入れさせていただいていいですか?」って言って「<laughs> ね、入れや入れや」言うてであ飲んで次何行こうってペロ行って。<laughs> そう <laughs> 次何行こうってあの,ブドウの季節でございます、はい、ピオーネがもう一番あの、うん、終わりの時なんですけど「うん、今ピオーネいいんです」って言って「行こう」って「次はあの16滴入れてもいいですか」みたいな <laughs> 入れよう言って「もう聞きな!」ってうわって飲んだらこれはもうさすがに <laughs>、うん。 ほんれもうんか目の前がくる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 回り始めてもう僕んかあの何て言うかタコ踊りみたいな感じなほんまにくくるってくるってなんかこうあってってやってるんですよ。えみちゃんが横で「どういう状態ですか?」って言うて聞いてくれなかったから「ピオーネが来てるどっから来るんですか?」って「前から来てね」。 後ろからスゴーンと抜けていきますとかってもう何を言うてるか,全然 <laughs> かずっととにかくねずっとね襟元からズバーってこう両手上げるんです両腕を上に, <laughs> 上に。 それを何回も繰り返す襟元からねズバーってもう典型的な酔っ払いのご機嫌な感じでしたね。だから言ってたんですよ、はいあのね、お酒飲めない飲めないって言いますけど結局ボンボンってこうやと、うん、いいお酒が来たら飲むんだということですよね。そ <laughs> <laughs> そうそうもうもちゃんから <laughs> せやから、ボンボンなんですよっていうの、もう八回ぐらい言われ <laughs> 言いました。十六滴ぐらい言われたよね。はい。いや、でも、そう思った。<laughs> ね、でも、美味しかったから飲めて、ね。いやあの、飲みましたね。うん、もう、もう、次の日は、実は、もう、めちゃくちゃ早くて。そうそ、ん、う。<laughs> <laughs> めちゃめちゃ早くて。<ー>で、でもね。なんだろうね。なんか、スカッと目覚めてったんですよ。よかったよいつもより目覚めが良かった。あ。あ そうですか。それは良かった。うん、いや、もうみんなで心配してましたからね。はい、ほら、ここ最近新快速乗り過ごすことが多いから。<laughs> 集中する大丈夫かな。<laughs> いや、だからね。ちょっとお酒飲まなあかんかも分からんね、うん。いいかもしれません。いいお酒を少しっていうのがいいかもしれませんね。より血行が良くなるんちゃう。はい、もちろん、もちろん、体も温まりますし。ね、うん。いや、もう俺。<laughs> この番組は飲んでやろうかな？思ってるんやけどね。<laughs> ちょっと待ってください。それだけは <laughs> 高かさんみたいにえ、うん。次の日はあの鹿児島だったんですよ。ええ、うん、でか僕朝ごはん食べないんですけど、うん、着いたらちょうど。なんかラーメン屋があのあ開いてって朝やけど。うん でちょっとラーメンってやっぱりなんかこう九州来たらラーメンってやっぱり食べたいなって思うんですけど、はあ、鹿児島ってねやっぱりもう福岡からちょっと離れてるから、うん、ちょっと味も若干違うんですよね<ー>もうあそこまで行くと。うん、ででも「薩摩黒豚チャーシューラーメン」っていうのがあったからもうあこれ行こうと思って、ね、ラーメン食べてでええ感じになったんです。 で会場着いたら、うんまあ、で結構遠くて、うん、空港からは、うんえー、薩摩仙台市っていうところですよ、えー、でそこでなんか弁当で出ててその弁当がまたすごい美味しそうな弁当だったんですいてなかったんやけど何かこう食べてで講演して、うん、で帰ったらあのた、ー、いね 4時過ぎぐらいにまあ空港には着いたんですよ、うんうん、でところがあの飛行機が7時半の飛行機なんですよ、うん、まあこれな3時間ぐらい待たなあかんねんほん、えー、あっちゃーっと思ってところがその時ラッキーやったんが代理店さんがすごく気ぃ遣ってくれる代理店でほらあの飛行機の中の前の方の席あるやんあれ何ていうのあれ 飛行機の前の席。飛行機の前の方の席で、あのプレミアシート。あ、はい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 。ビジネスではないんですよね。プレミアシート。あ、と国内線っていうのにも、一目ビジネスってあんのかね。ごめんなさい、ないかも。そっか、ええ、それがプレミアシート。じゃるやったら、あの税、ね、クラスっていうの、ね。はい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 。 で国内線のその前の方のシート、うん、プレミアシートっていうんやったと思うねんけど、うん、でそれを取ってくださってたんですよ。うん、でこのねプレミアシートに座るお客さんっていうのは、うん、プレミアラウンジっていうところに入れんねん<ー>俺入ったことなくって、うん、前からそのチラチラ見ててんけどここっていわゆる特別な人しか入られへんやと思ってたけど<ー>えっこれ このシートをたった買うだけでここに入れんねやな,、うん、でなんか俺年間的な,なんか特別なやつに入る<ー>ほらなんかゴールデンなんとかとか会員制ね、うん、なんかほらプラチナなんとかとかいろいろんか言い方あるやんーーあの登場する時もなんか先入れる人ら、はいはいね、優先的全てにおいて優先されるねそう輝いてる人たちね輝いてる人たちねそれをずっと見続ける私たちみたいな。<laughs> ありますそう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 一 <laughs> 回あの嫁さんが妊娠中に「妊娠中の方は先に入っていただけます」って言うのでも、うん、俺ドヤ顔してたから、ね「ドヤ <laughs> う,うち妊娠してるから入れんのやで<笑><笑>え」ほんでそれでプレミアに入ったんですよ。ほったら中入ったことないから結構感動してんけど、うん、例えばそれ鹿児島やけど。 焼酎がいろいろ置いてあったりするわけ。芋焼酎が好きに飲んでくださいと。で、あのウイスキーとか、そういうなんかスコッチ系とかもなんか置いてあって。ソフトドリンクなんかは、なんかあの。もう各種取り揃えてるというかね、まあ、言うたら、あの、ほら、ファミリーレストランの。ドリンクバーみたいな。あンナになってるんですよ。なるほど。ほんで、そこになんか、あの、お菓子なんかもぎょうさん置いてあって。ええ。 でも栄光の味やん思ったからお腹めちゃめちゃ膨れてんのに豆菓子をウえッ取ってこれでなんかアイスコーヒーがなんか自分で作ってしかも嬉しいのは牛乳って言ってちゃんと置いてあんねんそういうの嬉しいのよ嬉しいだからそういう機械からふえエってなんかあの出てくる牛乳と違って別にしてあると自分の割りができるのよ。 それ嬉ほんで豆菓子なんかもなんか2袋ぐらい食べてしまって <laughs> お腹全然空いてへんのに <laughs> ほんでもうめちゃめちゃ腹いっぱいになってであの乗ったんですよほんなら途中でプレミアシートと後ろのエコノミーシートにシャッて言ってカーテンされんねん、うんはい、ほたら前からそのキャビンアテンダントの方がなんか、 来ててくださって、うん、なんかあのお飲み物はみたいな特別な飲み物を出すっていうの、ね、よ、はい、ほの横のおっさんなんか、うん、たった1時間そこらのフライトで3本ワイン飲んどったでほん、うん、であの「お弁当を用意してるんですけど」って言うんだけど俺もうめちゃめちゃ腹いっぱいなわけやんか、うん、そうやけどなんかお弁当を出すって言うてんの、ねうん、栄光の味やんか <laughs> またた食べたわ <laughs> ううう,うううってな,なってたから<ー>あのシュアデスの方あのいわゆるキャビンアテネの CA の人に「うん、大丈夫ですか?」ってなって「<laughs> いやあのちょっとすいませんこんなこんなんで」で今の事情全部説明 <laughs> なんかあの喋ってくれはるから、えー、こっちもなんかあの喋らなあかんのかなと思って<ー>最初のラーメンの下りから全部喋ったんです <laughs> ほんな途中から「お前何全部喋っとんねみたいな顔になってたわなんかちょっと,ちょっと笑ってるけど目笑ってへんみたいな。うん <laughs> いやもうそんなんで、えー、もうほんまもう腹いっぱいでもなんか嬉しかったっていうね、うんえー、ほんでえ次の日木曜日なんですけど、うん、これ東京で寄席だったんですよ。でねもうこれもう関西やから俺言えることないけど、うん、寄席に行く時に「嫁が怒んのよ今日何の仕事?」とかなんかって言うでしょ。うんうん、あああのー、こういう仕事やってたああはいそうねって言ってまあそのなんか普通の仕事った時は「行ってらっしゃい」なんで。 はっきり言ってギャラめちゃくちゃ安いぞ寄せて寄せはね。じゃ、はい、なんかね、なんか怒んのよ。<ー>東京まで来てさ、あなたってそういう仕事するそういう値しかそういうお値打ちしか出ない仕事しか行かないよねって言ってねえ、来た意味あんの？なんかって言ってではい言いながら。<laughs> はい、はい、言いながら「今行くんですよ <laughs> すいません」って言ってきてでほんならその日あのー、となんか二つ目昇進かなんかしてる子が楽屋におって向こうは前座二つ目真打ちって言って,てちゃんとなんか階級みたいなのがあんねんけどんその前座から上がった二つ目の子は黒門付き袴着てんねん,かんほんで「あの、えー、兄さん」って言ってこの度あのー。 二つ目に「昇進いたしましたのでよろしくお願いいたします」って言ってあの手拭いくれはるんですよこれは手拭いという名のもう請求書なんですよ。ああなるだからそれはご祝儀を出してあげないといけないということなんですよ。うん ほんで、そのご祝儀出して、うん、ほいで帰ってきて、今日どうだったのって言って、で僕、何も考えんとペラペラ喋ってしまったで、ね、うん、今日、ほんで、あの二人で、まあ、みんなでカーノジーで寝てるわけですよ。うん、あの僕と嫁さんの間には、うん、あの琴葉と森時んが寝てる状態で、こうやって喋って、うん、今日さ、まあ、自分、ちょっと安いギャラとか言うてたけどさ、さ、うん、二つ目のやつをってさ、忠義出してんって言うて。 言ってしまった <laughs> ほんでクってもう森時とコ葉をクって乗り越えてきて「<laughs> あんたは言ってマイナスの仕事だけしてるんか!っ」<laughs> めっちゃめちゃ<ー>寝る前にめちゃめちゃ怒られて<ー>ほんで「はい!言っ」言うてまた寝る前に「はい!言って」言うてそんなん <laughs> 大変ですねえい大変やで。本当に で、まあ、あの、そんな嫁から次の日になんか褒められることがあって。<い>金曜日は一日、まあ、あの、仕事がキャンセルになって休みだったんですけど。家でなんかこう、あの、寝ながらね、あの。取りだめてたの、映画を、うん、まあ、ちょっと見てもいいとかって、<ー>見てもいいわよとか。すみません,ません映画を見るのも許可がいるんですか。かそれは当たり前やないのよ。いや、だって、そその、チャンネル権っていうのは向こうにあるやん。ん その間あの見られないからその他のものよ見てるよえどういうことですか、ね、ずっと見てるよんでも俊一郎さんが映画を見るときはあの許可がいるんですねいやいや,いや何をするにも許可がいるよ だってカレー作ってた時もこれって食べていいのとかそうや私が泣きそうなった話や家にあるものをいちいちこうんか食べてもいいですかって確認しないといけないっていうねいやそれはほら悲しさもあるけど段取りがあるやん俺この間なんてひどいひどい怒られ方したんがうちクリクラやってんねやんか何それクリクラってほらボトルでも水水水水水。 この間怒られたが、うんがあんたが帰ってきたら水が減るよ。て。<laughs> <laughs> 飲むもん。いや、その段取りがあって頼んでると。確かに確かに確かにあの私も昔あのだってあの母親があのお弁当ね私ねお弁当を作っててお弁当に入れようと思ってていちごをあの弟が全部食べてしまってめっちゃ怒られてました。要はそういうことで段取りがあるから。段取りがある。食べたあかんみたいなあそういうのは父親も確認してたかなこう食べてもいいみたいな。そう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 なんよほんで米が減るとかね水が水が水と米が減るって言われた。 いや,、うん、いやあのすいませんあの老城やないと。老城 <laughs> <laughs> やんそれって。 お前本当ですね。そう。で映画見てもいいの言って、見てもいいですよって言って、ほな見ますわ言って。でマトリックスっていう、まあこれはもうね僕何回も見てるけど、ワウワウでそのマトリックスやってたんよ。あマトリックスちょっとだけ見ようとかこうやってほななんかもう珍しくその嫁が食いるように見てるんよね。ほなどうしたんだっけキアのいいわ言って。でキアノリーブスがいいと。あ良かったな。だから僕の方パッと見て。 あ、あのー、キアヌっていうわけを言ってるんじゃないけど、うん、あなたもあのー、なん悪くないよって言って顔をって言って、うんうん、あなたも言って私のき嫌いなタイプじゃないのよって言ってえそえ,え、なんでなんって言ってあなたあのー、私が好きなタイプなのよって,言ってやっえっやったと思って俺もう数年ぶりに褒められた感じがして<ー>や 思ってえ、なんでなんでなんで教えて教えて教えて僕の顔のどこがええのって聞いたらだってゲイっぽいやんって言ってゲイっぽいいや、オカマっぽいとが好きなんですかオカマっぽいのがめっちゃ好きだ言うねあのオカマが好きなんじゃないんでゲイっぽい気がする人へーなんか彼女の中でゲイっぽいっていう顔があんねんってへ 誰なの？こういう,もう実名出していいの？彼女の中でやで。はいはいはい。主観でねあくまで奥さ、ねうん。主間でなんかとキアヌもそれに該当するらしい。だからちょ綺麗な顔ですもんね<う>キアヌ。あのほらあのー、あのー、レッツダンスの人誰？<laughs> レッツダンスなの。有名な歌。デビットボーイ。デビットボーイ。あなるほどね。がスキゃと。あやっぱ綺麗な顔がお好きなんじゃないですか。いやだから。 そうデビッドボーイとか言ってんじゃないよと、うん、あなたのこと。はい、だけど「釜っぽい」っていうのが私の。 へいいところなのよ。いやって言うて<お>結局なんか褒められてんのかどうか分からへん,んでも奥様がその好きなタイプよって言ってるわけだから春條さんのこといやなんかもうでも俺も,もう喉か,からからになってしもて久しぶりに褒められて芸 <laughs> っぽいとかホモっぽいとか言われてほでうわっってなってほんで水飲みに行こうとしたら「<laughs> また水飲むの?」とかご <laughs> っつまた怒られるへえ<ー>で。 これちょっと、ねうんですかこれな、うん、土曜日からの話なんやけど、はい、こっからまた一つの盛り上がりを見せるんで、うん、12時36分からいう桂 <laughs> <laughs> 春潮の「バタフライエフェクト」クト。